どれだけすごいカード当てをしても、どれだけ不思議なカード当てをしても、見ている人がそもそもカードを忘れてしまっていてはカード当て成立しませんよね。こういうことよくあります。ついいろんなところに注意が分散してしまって、カードを覚えているつもりでも肝心なカードを忘れてしまっていると。なので今回はどれぐらい注意力があるか、注意力のテストをしたいと思います。まあ、適当なカードを使いますね。じゃあこのカード手に出してもらっていいですか。このカードを使います。クラブのエースですね。じゃあクラブのエースを手の上にこうして置いておきます。で見てみてください。1から13、赤と黒、そしてハート、スペード、ダイヤ、クラブ、いろんなカードがありますよね。って言っていろんなカードをこうして見せてる間に、こっちの方に注意が分散してしまって、ついこちらのカードをもうすでに忘れてしまっているということはないですよね。ちなみにこのカード何だと思いますか。クラブのエースですよね。 OK です。さすがにそこまで注意散漫じゃなかったですね。たまに違うカードを言う方いるんですけども、じゃあクラブのエースだけじゃなくてですね、もう1枚ペアのカードを使います。もう少し難しくということで、このカードを使います。スペードのエースですね。じゃあクラブのエースをひっくり返して、スペードのエースをこうしてクラブのエースの下に忍ばせます。それではクラブのエースの方に注目しておいてください。クラブをこうして移動させていきます。はい、では問題です。クラブは上と下どちらの方にあるでしょう。下、あ、そうですよね、下の方です。当たりです。じゃあもう少し難しくして、こうして、今度はこうして、こうして、こうします。回数多く。はい、では問題です。クラブは上と下どちらの方にあるでしょう。上、あ、正解です。でもなかなか注意深くなりすぎると、木を見て森を見ずと、肝心なところを見逃してしまいます。こんにちは、ウィルです。今回は意外性のオチのついたマジックを紹介したいと思います。演じる上でより効果的に見せる工夫というのがいくつもあるので、単純な手順だけではなくて、ぜひ最後までそういったところもご覧ください。それでは解説どうぞ。はい、それでは解説です。演じ方に多少バリエーションがあるので、まずは実演のような方法で説明していきます。まずセットアップとして、エース2枚の間にジャックを入れてください。今回は分かりやすくエースとジャックを使っていますが、これは何でも構いません。この2つの間に何か違うカードを入れておくということです。そしてこのマークの順番に関してはどうでもいいです。本当は気にした方がいいですが、あまり細かいほど気にしていると手順自体を忘れやすくなってしまうので、適当にいきます。こんな感じにして2枚の間にセットしておいてください。演技がスタートしたら半分でカットして、ブレイクを取って自分に対してトリブルフォースを行います。そして適当なカードを取ってくるように見せかけて、実際にはこの部分がクラブのエースです。そして相手に手を出してもらってクラブのエースをめくります。そしたら手の上にクラブのエースをこうして乗せておきます。そしたら次にいろんなカードがありますねと言って、たくさんのこのカードを見せていきます。一枚一枚こうして見せていって、あ、そんなに注目していると、たまにこうしてこの部分に注目しすぎてこっちのカードを忘れる方がいますと言って、ちなみにこのカード覚えてますかというふうに言います。で、このカード覚えてますかと聞いてる間にこっちの方でカットをしておきます。そしたら見ている人はクラブのエースというか、もしくは多少感づいたような様子になります。これはどういうことかというと、もしかしたら違うカードになってるかもっていう人がいますが、実際には普通にそのままカードです。なのでこの時の反応っていうのは皆さんでやってみて楽しんでみてください。で、そのまんまこのようにめくるとクラブのエース、あ、さすがにそこまで注意散漫ではないですね、なんていうふうに適当なセリフを言っておいて、ではもう少し難しくということで2枚使いますと言って、こっちの方にもう1枚のカードを探しに行きます。そしてジャックの部分を探したら、この3枚のカードのところでカットをします。この部分でカットをして、そしてもう1枚ペアといえばといって、ここで3枚の下にブレークを取ります。 1,2,3 の下にブレークを取ってトリプルリフトを行います。そしてスペードのエースですといって、こっちのカードをめくってこちらのカードをめくります。スペードのエースをクラブのエースの下に忍ばせてといって、このようにセットアップしておきます。この段階でこっちの方はジャックに変わっています。そしてこちらの方が残っているクラブのエースの方です。なのでこうしてクラブのエースの方に注目してくださいと言って、クラブのエースをこのようにして移動させていきます。この時に自分の方でしっかり目で追うようにしてください。クラブのエースはこのように目で追っていって、ここにあるよということをしっかり認識しておいて、適当な風に上か下どちらかに置いておきます。
そしてではクラブのエースどちらの方ですか、上と下どっちだと思いますかというふうにして聞きます。今の聞いている最中にこちら側の方では片手でひっくり返します。今回カメラの前でミスディレクションは聞かないのでテーブルのこの部分でやっていますが、実際には人前では結構堂々とひっくり返してもバレません。こっちの方にしっかり注目させておいて、腕をこうして倒しておいて自分の体に近い位置でやるようにしてください。その時にこんな高さでやるのではなくて腰の高さくらいでさりげなくこの位置でやるようにしてください。こっちの方でひっくり返しておいたらここでブレークを取っておきます。そしたらクラブの方はどちらですかと言って下と答えるはずです。この時に上と答えられると上を向くった時に早速このジャックが出てきてしまうので、ジャックが出ないようにできるだけ相手が必ず終えるぐらいのゆっくりな分かりやすいスピードにするようにしてください。そしたら下と答えられるので下をこのようにめくって、あ、正解ですねと言いますが、その時にこっちの方へとさりげなくくっつけて一緒にこのようにして見せます。ではもう少し難しくといって、ダブルターンオーバーしてこっちのもう一枚のジャックを下か上かもう自由ですが忍ばせます。そして今度はこっちの方がクラブです、こっちの方がスペードです。このようにしてシャッフルしていって、今度は割と難しくしてもいいと思いますし、また分かりやすくして、もう一度クラブがどっちであるかというのを相手に当てさせても OK だと思います。そしたらここで相手の答えによって多少手法のパターンが変わります。まず相手が無事にクラブの位置を当てることができた場合はこのように自分の方だけ見て、あ、クラブ当たりですねと言った後に、まあ、当たりなんですが注目しすぎていると意外なところを見落としますと言って両方をこのように見せます。そうするとクラブは当たっているもののジャックのクラブと、そして両方がそもそも違っていたという感じです。そして他のパターンとして相手が当てられない時があります。これの原因は単純に自分がこうしてちょっと意地悪に早く動かしてしまう、もしくは本当に相手が集中しなくてどっちかどっちかよく分かんなくなってしまった時ですね。クラブは上と下どちらだと思いますかと言って下と言った場合にチラッと見えます。そしたら外れなのが分かります。このまんまそうして見せてしまうと外れな上にジャックに変わってるってよく分からない現象になってしまいます。なのでそういう時は静かにこうして2枚を持ち上げて当たってますというふうに素直に言います。その時にアイコンタクトをしておいて、こっちの方どっちかどっちかよく分かんない感じも適当にこうして重ねておきます。そして当たってるんですが注目しすぎて、大事なところを見落としてますと言って両方を普通に見せます。今回のマジックは相手の手の上でやることを想定していますが、こうしてトリプルリフトを行ってこのカードを下に忍ばせた時にこの人めくりそうだなっていうふうに思う人であれば、そもそも手で渡してしまうと変わってることがバレてしまうので、こうならないようにテーブルの上とかでやった方がいいと思います。細かい工夫ですが、ドリブルフォースを行ってカードをめくる時にこのカード自体はフォースカードです。なのであたかもそのカードが自分にとって当たり前かのようにめくって、じゃあエース使いますっていうふうに言うのはあまり良くないです。偶然エースが選ばれたという感じなので、あ、じゃあエース使いましょうかっていう感じのちょっとラフな感じでやる方がいいです。そして相手の手を出してもらってこうしてカードを置くという感じに演じるようにしてください。冒頭の方でセットアップカードは何でもいいと説明しましたが、あまり変わり映えのないようなものを使ってしまうと最後の現象が地味になってしまうので、できるだけコントラストカードがいいと思います。数字と絵札もしくは赤と黒、こういった組み合わせで作るようにしてください。そして手順の途中にあるクラブ上と下どちらだと思いますかと聞いている最中に片手でこうしてひっくり返すこの部分ですが、これはもし片手でひっくり返すのこうして落ちそうで不安だという方は、体に近づけてお腹あたり腰あたりに近づけて体を多少利用してこのようにしてパタッと倒してあげると安全に行うことができます。もしくはセットアップを多少変えてボトムの方に1枚絵札を用意しておいて、そして状況が許せば体を半身にしてこのようにボトムから持ってくるのも OK です。はい、いかがでしょうか。実演でやったセリフ回しやスタイル、手順っていうのはあくまでも一例なので、ご自身のスタイルだったり前後の手順に合うように好きなように変えてみてください。それでは。